東北地方で起こった戦争だな。で、頼義と義家という月日は白帯のかかとにしてイコール3。あれ、なんか誰が何が3でんだか、何があった、私に上手だったね。あ、よかった。 X が1より多ければ上の式、小さければ下の式。これはどうやって出すかというと、とろけるチーズ、ドロドロだっつーの。どうよ、イケてる。これ見て、これダメ。上の式を接続すると括弧を展開し、 2x-2+1 で 2x-1 となる。この式は括弧を展開してマイナス 2x+1 でマイナス 2x+3 となる。いいなな。んでですか、せっかく応援祭行くのに。友達にハワイさ誘われてたからよ。はぁ、行きたいな。あのよ、ちゃんと連絡したんが間に合わねえかもしんねえから出発すっと。あ、そうですね、そしてください、何とかなって。あの、お通夜の配達入ってんです。何した？先生、吹奏楽の弁当だって。なんかおじさん用があるみたいなんで、あたしら届けに行った方がよくないですか？みんなきっと困ってますよ。ババ、そっち久保田先生だべ。いいな。ダイエット中だから少しにすっかな。うわあ！あ、ちょっとダメダメした。お前一個くらいバレねえか？
ドリトゴこの駅だっけ。やっべ、降りた降りた、ベトベト、あーげーめー、あーげーめすいません。試合終わったら俺んとこ。はい。中村、弁当まだが。このまんまだとみんな演奏続けらんねず。すいません。もうすぐ来るはずなんで。何やってたんですか。学校出たって連絡あってからずいぶん経つよ。あんた下っ端のくせに態度でかいな。感謝されんなら分かっけど、怒られる筋合いはないっつうの。すいません。はずい思いして運んできたのによ。なあ。だから。わかりましたから、もういいです。早く配ってください。なんで私らが配んな。まあいいだ。配ればいいんだべ、配れば。やっと来た。うん。あれ、僕の分は？何？一個足んねえけど。え？知らねえよ。何があったんですか。
こんなかっけえやついねえって。トモコ、町内会のチラシパソコンで作ってけんやが、こういうの簡単にできんだべ。ああ、使い方わかんねえからダメ。これあんた散々欲しいって言ってばあちゃんに買ってもらったんだべした。説明書の書き方が下手なんだもん。意味わかんねえ。なあ、お前とほんと秋っぽいぞな。もう何も買ってやんねえかな。またまた。はい、もしもし、鈴木でございますが。あ、佐々木ですけど、智子さんいらっしゃいますか？ああ、私だよ、私。なんだぜ。あ、テレビ見て、ニュース。え、なんでよ。いいから、早く。今日第お姉ちゃん何すんのよ。高校野球東北大会の試合が行われていた新町野球場で、応援に来ていた山川高校吹奏楽部の生徒42人と教師1人が腹痛や吐き気を訴え病院に搬送されました。昼食の弁当が原因となり、市内4カ所の病院で吹奏楽部員が倒れる結果となり、学校側も手放しでは勝利を喜べない様子です。試合の中継に行っています本社カメラマンが搬送される生徒の模様を捉えました。こちらご覧ください。球場周辺は一時救急車が詰めかけ騒然となりましたが、大きな混乱もなく試合は無事終了しました。あー、かわいい。市内の病院で治療中の吹奏楽部員たちは今もなお吐き気が続いていて、搬送先の病院には保護者や親族らが駆けつけ不安な表情で、そんで今よっちゃんから連絡網で回ってきたんだけど、吹奏楽部全員ダウンして次の試合に間に合わねえから演奏する人探してんだって。明日9時音楽室集合。でも私どうせ補習だから。あ、そっか。だけどわざわざ夏休み10日も返上してそんなもんやるやついねえよね。日中の最高気温は33度を超える真夏日で、弁当の保存状態が悪かったせいではないかと見られています。吹奏楽部に来たんが。なんか楽器できる？ちょっと邪魔。バンド解散しちまってよ。とりあえず何でもいいから音出したいわけだ。私らこれしかやんねえから、そんでよければ出てやってもいいけど。吹奏楽にギターとかベースパートないんだけど。あ？なんか言ったか？無理だ。
おい、よくそんなのんきな顔して笑ってられっつな。お前らのせいで、なんで僕だけこんな目に遭わんなんねえんだぜ。連絡網行ったべ。お前ら全員補習の先生にお願いして吹奏楽部に参加しろぜ。なんで私らがそんなことしねえといけねえんや。当然だべ。弁当腐らせた犯人なんだからよ。そんな証拠どこにあんなや。最初から腐ってたかもしんねえべした。だぜだぜだぜ、ニュースでも言ってだった。知ってっぞ。お前ら途中で弁当一個食ったべ。おかしいべした。吹奏楽やるんなら黙っててやってもいいけど。おい、授業始めんぞ。さっさと教室入れ。何した？あ、いえ。あ？この中で譜面読める人いる？誰もいねえな。じゃあなんか楽器できる人。あの、聞いてください。吹奏楽って25人以上は必要なんだぜ。まだまだ足りねえから楽器できる友達いねえか。シンバル下手くそのくせにピアノ弾けんだな。あ、いや、ちっちゃい頃習ってただけで。なんかかっこいい。おお、結構あずまったな。やりゃ出切ってっか。あ、でも分かってっぺな。俺ら3年今年で最後だからよ。演奏なしなんて絶対ダメだからな。いや、俺レギュラー入りできそうだからよ。ほんと頼むぞ。全ての人間は2種類に分けられるって知ってっか。いえ。やり遂げるものと諦めるものだ。お前どっちや。さあ、あれ、吹奏楽でもあんなのあるんだっけか。え、あれ何したの。なんだよこれ。ちょうどこんな感じでやろうと思ってたんですよ。聞いたことあって、こういうやつを
ビッグバンドジャズっていうなよ。吹奏楽には足んねえけど、ビッグバンドなら今いるメンバーでやれっから。でもよ、ジャズっておっさんのやるもんだべ。インテリずらした客がブランデーグラスなんかこう回してよ。もっとかっこいいんだねんな。野球部がすっごく困ってんのに何贅沢なこと言ってんな。こうなったらやれるもんやるしかねえべ。は？あんた全然食べとでっか。こういうのはセンスがないとね。おっぺだ痛い。なんか詰まっていかねえな。肺活量足んねえなよ。体力なさすぎだぜ。なんか打ってきて。こりゃかなり練習きつくなっかもしんにな。みんな本当にビッグバンドやる気あんなが？もちろんな。みんなおバカ言うなず、あいつらは実力あっからいいなよ。あ、私もダメだ。私も。こんなことなら補習の方が楽だったず。あんたが言い出したんだべ。ギリギリまで練習するふりしてよ。やっぱりできませんでしたってなれば、補習もサボれて一石二鳥だって。そっちだってあの野球部の先輩に色目使ってだってべした。こんな練習無駄だぞ無駄。まずい、悪い、絶対無駄。ティッシュを溶かねえようになるべく長く正面とか朝浮きつけて。ティッシュぐらい自分で持っていく。な、何の意味あんの？いいが。はい、ちゃんとみんな位置について。よーい。スタート。1、2、3。胸なくってお腹で吸い込んで、後ろの人はお腹の周りが膨らむのを確認するように。30回3セット。そいつ終わったらペットボトルとマウスピース。はい。ジャズバンドやってんだって？はい。あいつら何の役にも立たねえで。いや、頑張ってます、一応。そんなもんやめとけ。どうせ補習サボる口実で本気でバンドやろうなんて思ってねえから。頑張ってんな。頼むぞ。はい。あんなののどこがいいんだか。かっこいいでした。あの坊主頭。野球部は全員丸坊主。たこいねえから出そうすって。
もういいからね。どこさ行くのよ。トイレ。嘘つけ。真面目に練習しろず。試合まであと1週間しかねえんだからよ。便所も自由に行けねえな。彼氏、お前おかしいぞ。この泥だ。こんな練習で音出るようになるわけねえべ。どうせ私らには無理だったんだ。無理だったんだ。ミイラ、関口にできてなんでお前らにできねえな。逆やって。なってきたか。なわけないでした。しょうがなくやってんの。ありがとう。はあ、別に。これどうしたんや。買っちまった。明日の本番これ持ってくから。あんたボンボンが。うん。しっかりしてよ、もう。ワンツーワンツースリーフォー。
人前で演奏するんがなんか緊張すんな。あー、意外だ。あれ、あの、もう大丈夫なんですか？うん。あ、みんな話聞いたよ。ありがとね。ビッグバンドの練習してたんだってな。中村、お前にしちゃいいアイデアだ。なんか無理にやらせたみたいでごめんね。でももう大丈夫。アドはこっちに任せてね。いや、あの、助かった。もしかして本当にやらされっかと思ったず。ちょうど星も終わりだし、うまくいったな。え、やっぱりそういう作戦だったんか。当たり前だべした。まんまと騙されて、こんな名のとぐにもなんねこ、誰が本気でやんない。ああ、せいせいした。やってらんないけど。ありがとうね。ほら、うまいんだったのが。やっとかいさ。なんだ、ね、関口、何やってんの。あの、私、いいから来い。いいから。なんだあいつら。すいませんでした。補習の授業あげてもらって。何したんや。先生死んだんだ。そこで一緒になった。最終回ツーアウトか。もうダメだなこりゃ。谷口くんに代わりまして代打井上くん、背番号何。Wow.
みんなまだ夏休みボケの顔してるぞ。シャキッとしろ。サックス？いや、見てるだけ。中古とか置いてないんですか？中古ね。あ、ここなら互いものダメに決まってっぺした。まだあげるんだからやめとけ。お母さん、ダメだこれ、痩せもんだこれ。
器どうすんのよ。吹奏楽部の貸してもらえんな。なわけねえべ。盗む。買うの。だって高いんじゃねえ。中古なら安いのたくさんあるもん。ほら。中古はちょっと危ないような。傷んでだったり元の持ち主の癖がついてだったりするからな。じゃあどうやって楽器揃えんの。あんたみたいに新品買えってか。このいいとこのぼっちゃんよ。そういうこと言うなず。そういうこと言うなず。僕そんな言い方してねえよ。僕そんな言い方してねえよ。バカじゃねえな。バカじゃねえな。どうせ私はバカですよ。やっとわかった。スポンサー探せば。サッカーみたいに企業広告体に貼り付けてよ。この街にそんな景気のいい企業どこにあんな。うち繁盛してるよ。背中に久保さん婦人科なんて絶対あんだ。っていうが私らにそんな宣伝効果あるわけねえべ。非現実的だぞ。かよんちお父さん銀行だよな。貸してけんに。んなことしたらお父さんクビになっ。あの私。あんたはいいから。あ、スーパーならバイトの靴たくさんあって。姉ちゃんこの間レジのパート入ったばっか。それだ。ありがとうございます。どうぞ食べてってください。あ、どうぞ食べてってください。どうぞ。ちょっと見て。何？ちょっとそれ入れてみっぺ。やめた方がいいよ。なんでや？大人の味にすんな。ジャズ娘たち、ちゃんと働いてっか。はい。そのうち店の前でライブでもやってもらおうかな。どれ？餃子一つ食ってみるか。これあの今から蒸すとこなんで。バイト代はあるわけねえべ。あんたたちもう来んな。しょうがねえ。とりあえず今まで働いた分で帰る楽器買うべ。なんでや。クビになったのそっちだけだでや。それになあ、私アルバの服買ったもん。アラシビタンのリュックポーチ佐々木真珠。もうほとんどお金残ってねえんだよな。そうだな。あんたら本当にバンドやる気あんな。なんかもうめんどくさくなったかも。ああ何やってんのや。さっさとボーリング行くべ。あ、先輩ごめんごめん。よし、ボーリング行く。私行かない。あっそ、他に行く人。全ての人間は2種類に分けられるって知ってっか。やーラグで楽しく生きるやつとそうじゃないやつ、どっちがいい。ラグで楽しい
ちだけでジャズバンド組むからね。どうすっぺ、なんかお前にバイトないかな。あの、私ちっちゃい時おじいさんの山で松茸狩り手伝ってたくさんお小遣いもらったことある。早く言ってず。ゲット。イエーイ。なんで僕までこんなことしなきゃいけねえんや。こんな山奥女だけ入って危ねえからよ。特に私なんか真っ先に編集者の餌食だべ。熊の餌食かもな。何や。あ、まだ発見。おお。全部でイグラなんだべ。なんか。クラクラしてきた。最初からここに来ればよかったんじゃね。僕も撮った。え、違うべ。それ毒キノコ。それが松茸。すごいな。この山って全部関口んちの敷地？ううん。え、じゃあどの辺前なら撮っても大丈夫なの？どの辺って？関口のおじいさんの山なんだべ。ううん、お母さんの知り合いの親戚のおじいさん。おじいさんって身内のじいさんじゃねえな。日本語って難しいよな。これ本当に大丈夫か？え？あ？感謝状。田中直美殿、あなたは町の農作物に被害を与えていたイノシシを退治し、町民の安全と農業の発展に貢献しました。よってここに感謝の意を表します。おお、やったー、すげえな、こりゃこんだけやな、ガキすもんじゃね。どうせならもう一匹仕留めっか。でも、あのイノシシちょっとかわいそう。肌毛荒らしとったんだべ。天罰だ、天罰。ほら、中古でも大丈夫だべっかよ。ちょっと何してんだよ。あれ、最低だな。
何したの？見てみ。こういうことがあったら中古って信用できねえんだぜ。じゃあなんで買う前にもっとはっきり言ってけえにな。そういうのわかんのあんたしかいねえんだから。ちゃんとしてず。だってだってじゃねえず。もうお金全部使ったでっかよ。どうすんのよ。それ直せるかもしんねえ。え？もしかして男。こいつらが言ったってあれが俺ったよりそっち選んだってわけだ。なんだぜ鼻からそういう態度が。おめえよどの面下げで来やがったんや。だぜ勝手にバンドやめれたくせによ。修理してくれんじゃ願ったな。するっつってっぺ。だから来いって言ったんだぜ。まだお前のこと好きなんだぜ。私はもうそんな気ないっつってんだぜ。分かってるっつってっぺ。それでもいいんだぜ。こっちの気持ちさえ知ってくりゃいいんだぜ。兄ちゃんもだべ。俺はもう何も思ってねえ。諦めんなが。うるせえ。ひろみはひろみで自分の幸せ見つけてくれりゃいいから。俺、遠からお前の幸せを持ってっからよ。やめてよ、もうそういうネチネチしたとこがやんだんだず。なんか、ドロドロだな。ほら、また泣く。男のくせに心機くせんだず。そんなんだから見かけと歌が全然合わねえんだべ。だから私らやめたんだっつーの。それでもいいんだず。こうやってまだ間だけで十分なんだぜ。あれから俺ってフォークデュオ焼くことにしたからよ。新曲もできたからそれだけ聞いてけろ。わかった。聞くず。聞きゃいいんだべ。タイトルは出演してもラビンユー。号泣してもいいですか。ごめんねまた君を思い出したら泣けてきちゃった。弱虫ひけ虫。ああ俺はダメなやつ。これいい面した。はい、ありがとう。見て見て見て。これはこれどう？ 1.5 ミリ小さい。おまけな。ちょっとこれいい面した。ダメ、ぴったりの探して。いいもん見っけた。Thank you.
何やってんですか、やめてくださいよ。なんでダメなの、ちゃんとお金払ってたもん。勝手にコンセント使って音がでかすぎるってお金やから苦情切ったから。もうじゃあどこでやればいいんや。あのよ、そういうことだったらうちでやってくれてもいいけど。バンドごっこなら学校でやるず。おい、もうやめてけろ、やめてけろって。おい、こんな演奏だと客減っちまうず。もう頼まなきゃよかった。またどっかで演奏あんなら一応声かけてみて。もうねえかもしんねえけど。席口は？あ、誰？なんかよく見えねくって、知らないおじさんだと思う。スイングしねえとダメって言われた。スイングしてってっかよ。譜面よりもお互いの気持ち合わせるのが大事だ。本当だね。ちょっと待って、しまって、ちょっと誰か手伝って。おー、追いかけっぞ。待って、親父、おっさん、ちょっと待って、ちょっと待って。逃げる、やべえんじゃねえか、やべえって。すごい、あの先生、さっきなんで逃げたりしたんですか。俺、子供嫌いなんだぞ。それにお前らみたいな下手くそな演奏を聞くとムカプラだぞ。
そんな！レコードっつうのは気づけて扱わねえとダメだ。この間がキャノンボールアダレッツサックスプレイヤーのポールウィナーズってアダムだ。日本じゃ売ってねえ、すげえ貴重なやつなんだから。すいません。こっちがエレクトロフィーが1961年ニューヨークのファイブスポットっていうクラブで録音したライブ版。この時のメンバーがトランペット、ブッカー・リトル、ピアノ、マル・ウォルドロン、ベース、リチャード・デイリス、ドラムス、あ！先生、これってもしかして私たちに？え、んだんだ。お前らの場合、最初はこの辺りから入った方がいいと思ってな。やっぱり。先生、私たちにジャズを教えてくれるんですね。やったー。先生、お願いします。いいずお願いします。それじゃあフリージャズの奥さんでっか。もういいです、いいです。小田原さん、そういうのはちゃんと基礎ができてからにしましょう。すいません。めちゃくちゃ吹いただけだでっか。そのサックス、いつから吹いてんですか？3年ほど前に通販で買って1週間ぐらい練習したんですけど、全然吹けるようにならなくて。そういう男の人って結構多いですよね。もう出たいだけだべ。なんでまた再開しようと思ったんです？と、訳がありまして。女の人だったりして。絶対んだぜ。だべ。今回はそんなんじゃねえぞ。なんだぞ、さっきからあんたたちは人のこと小馬鹿にして。まあまあまあ、落ち着いて。で、譜面も全然読めないんですよね。すいません。バカじゃねえな。ここのレッスンなら初心者の方でもちゃんと吹けるようになりますから安心してください。ではまずリズムの取り方から。ジャズっていうのは特殊なリズムで、裏拍にアクセントをつける。普通の音楽は拍子の頭で拍取る。タータ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 。だけどジャズの場合はその逆。ドゥダ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 。こうやってリズム取ればどんな曲でもジャズになるから。じゃあやってみて。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。ダメダメ、全然違う。ジャズ？あ？何言ってんのよ。違うべ。
んが天丼屋の大きいやつだな。198円でのご提供です。卵 L サイズ10個入り1パック88円。本日限りでございます。お持ち医者もお休みになってます。トモ子、晩ご飯親子丼でいいべ。7時過ぎたら先に食べてから。卵と豚だから他人丼だぜ。もうやめてよ。アキ、お母さんたち中に入ってっぞ。私お姉ちゃんなんか見てる。ワンツーワンツースリランドも売れば新品買えんじゃね。教えてもらった。有名だよな。毎年市内である音楽祭だって。市内だよ。でっけえホールで演奏できるチャンスだもん。出たくね。出たいに決まってっぺ。ねえ先生、先生も式で出てくれますよね。え、んだな。いや、参ったな。やったでもちょっと待った、まだ出場できるかどうか決まってねえんだし。え、演奏を撮影したビデオでエントリーしねえといけねえなよ。エントリーって審査があるんですか。よっぽどひどくなければ大抵合格だ。なんだおじだら情けねえな。いつだる、今日だる。せっかくだからどっか景色のいいとこで撮りたいよね。なんだろう。
ゃ頼むな。はい、送っときます。先生、わざわざ日曜日にすいません。いずいず。あの先生、あのさっきのとこなんですけど、うん、本当にあれで OK ですか？うん、あの私いつもこのとこでもう一歩踏み込めないんです。ああ、あのここのとこなんですけど、できれば個人的に。ああ、だからな、あれでいいと思ったけど。もう先生ったら、へっ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 へ、何すんだぜ。おっとっと、ごめん、こんな感じのどうだべ。もっとかっこよくしてえな。キリッとしたよ、大人っぽいやつ。スパイ？びっくりした。先生いつからいたんですか？最初から。あー、衣装の参考に知ったんが。聞いたよ、あんたたちも応募したんだって。はい。ジャズで出んの？企業秘密。そう。手品とかやる？全員胴体切断。へえ。ビッグバンドジャズです。そっか、だよな。クラシックやってる人間からするとジャズってなんかこういまいちリズムが取りづらくてよくわかんねえなよな。でもあの棚にいっぱいあるジャズのレコードは？ああ、なんか 2,3 年前に数学の小沢先生が毎日1枚ずつ持ってきて置いてったのよ。それって先生のこと？ん？あんまり熱心だから一緒に演奏とかしましょうって誘ったんだけど急に来なくなったのよね。なんででしょうね。さあ、ねえ、うちは音楽祭の返事来たけど、そっちは？まだなんですよ。まあ、出場希望者いつもそんなに多くないから大丈夫だべ。ま、真似しねでね。私楽器だけ恋人に生きる無理だべ。無理じゃねえよ、無理なもんか。毎日チューしてっぺ。私用事思い出したから。え、一緒に帰っぺ。うまいラーメン教えてくれるって言ったでっかよ。今度ね、今度。あ、お願いないの？わかった、一人でラーメン食い行くんだ。違うっつってっぺ。ほっといてけろバカ。なんだぞあいつ。you
ってけろ。出ねんや。くそ。やった。出た。出た。あれ。あいつどこさ行った？こんな感じでよろしいですか。はい。何度も言ってますけど、みんなと合わせようという気持ちで演奏してください。こんな時間のかかる人は初めてだ。じゃあ最初から、ワン、ツー、スリー、フォー。えらくそ、邪魔なんだぜ。全然先に進まねえでっかよ。恥ずかしいけど、このことをみんなには秘密にしといてもらえねえか。絶対秘密にします。今本当のこと言ったらみんな自信なくすと思うから。音楽祭の式は辞退すっから、君たちだけで行ってけろ。今年は応募団体が例年より多かったため、先着順とさせていただきました。残念ながら。セクシーにしてな。それは無理な相談だな。どうよ、うちの財力。どうって言われてもね。それ何？お守り。置いてきた。使いやすいわ。変なの。あ、井戸足んなくなった。どうしたな？朝から変だよ。あのよ。智子、髪の毛どうすんな？切らねえんだったらちょっとだけブリーチとかしてけっか？私してしてブリーチ。なんか元気ねえな。私みんなに隠してることがある。花輪、衣装合わせてみた？どうか気づいとかあったら直すから。わかった、着てみる。トモコ、気持ち悪いの？あ、関口なら話しやすいな。私…関口、ちょっと電車の確認、時刻表貸して。はい。これもみんなに聞いてほしいんだけど。みんな聞いて。小田先生、明日の音楽祭急で来れなくなったんだって。よしえ、ブリーチの息切れたよ。うそー。
吹奏楽部はいつも台風いいな。え？それじゃあ会場でいつもよ、乗り物っと寄ってしまうから朝飯食ってこなかったなよ。いやでも昼まで時間あってっか、なんか買って食っといた方がいいかな、やめどっかな。どうしたらいいと思う？大事な話があんな。ただいま積雪による倒木のため列車が停車いたしております。復旧の見通しはまだ立っておりません。どうしてどうすんのよ。いや歩いて行くから下ろしてけろ。無理なこと言わねえでけろ。携帯でタクシーでも呼ぶか。ダメだ、私の天才。おめえ告白なんかしてる場合じゃねえって。電車もあそれいいかも。痛い痛い痛い。ちょっとみんな聞いて、今日の音楽祭のことなんだけど、締め切りに間に出られなくなった。信じらんねん。じゃあ私ら何のために。ああもうやんだこんなの。なんかバカバカしくなってきた。私らにしちゃうまくいきすぎてる気しとったんだよな。ちっ、アホくせ。気が利く時ぐらいあんのよ。うわみんなの衣装電車の中に忘れた。戻る時間ないわね。
ごめん、諦めで。最後に急遽出演が決まりました山川高校のスイングガールズなんですが、列車が止まったりして到着が遅れておりまして。何やそれ。無理なの？これだね。残念なんですが、本日の音楽祭はこれで終了とさせていただきます。スイングガールズやります。間に合ったようですね。あのみんなちょっと聞いて。時間ないから後で。いや、あの。さて、それでは最後になかなか高校生では珍しいビッグバンドジャズグループスイングガールズです。どうぞ。ワン、ツー、スリー、ファイブ。ちょっと待って。してんだっつの。楽器冷えたかな。Thank you.
やってんの。上げられる。スイングするものとスイングしないものだ。
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love, is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. At me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love, is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two and love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you.